今日は1月26日です。ここは見るかしのライスセンターの、もみみからの排出場所ですね。最近はもみ殻をあまり使わなくなったので、もみ殻が山のようにあります。去年もいつか取り来た時はほとんどあれ人って集まってんね。これもみ殻どっか持っていくとかな。もみ殻はなどっかに持っていこうとかなって、去年来た時はだいぶ減っとったもんね。あ、もう手だよか。ほら。はい、こんな感じで、どんどん入れて、よいしょ。ちょっとよかろう。もうちょっとよかろうって言われる。紐切れるとあれは。もう、はい。もうよかけん。そこ切り取って、切りって。上ば切りってってシャンシャン。はい、同じように袋に入れて軽トラックに乗せて持って帰りまーす。一応一旦撮影は中断です。はい、このように積み込みが終わりました。ちょっと袋のサイズが違うんで、その辺のは小さいのでこっちは大きいのですね。あとはちょっと、まあ、こういうのも持ってきたんで、まあこのくらいやけん飛びはしないと思う。バッテン一応せっかく持ってきたけん持ってきたんで、かぶせて、ちょっと縄で締めて、帰りまーす。うよっ、持ってきたっす。はい、うん、分かった分かった。もみ殻はここにこういう風に温床用に入れまーす。これは親父が掘った温床枠です。設置して掘った温床の場所です。ということで、一応、ちょっと使ってこれだけ引きました。あと、こう、下ろしとけということです。下ろしとく。ということで、海からの運搬でした。温床作りの中間状況です。ここにはもみ殻と、ぬかを混ぜてこれですね、敷いています。で、今水をかけていますので、しばらくしたら発酵してきて、その熱で温床になるわけですね。はい。この上に藁を敷いたら完成だということで、あとまた藁取りに行きまーす。ちょっとあんまり入ったら曇るんですよね。一番最初のとこも取ったんですけど、それは完全に曇っててボツにしました。今の持ってないかな。はい、これが今年久しぶりに作ったわら小積みです。野菜とかなんとかを作るときはやっぱりどうしても
藁が必要なんですよね。そういうことで今年はそことここと藁を切らずにコンバインでですね、こういう風に藁を取って小銭取ります。で、温床の、あ、ほら頭はもう腫れそうな、大丈夫かな、お抜けよ、これな、温床にするのに、10羽ばかりいるということで取りに来ました。よいしょ。一応こういうわら取りがコンバインで落とすとやりにくいんで、ちょっとバインダーもヤフーオークションで買ってるんですけどちょっと去年はまあ親父たちが反対するんでそれは使ってません。しかしこういうわらの使う場合はバインダーでやっとけば、ほら、あ、こんな、これから落ちたって場合に、やっとけば、あとが非常に楽なんですよね。藁の処理は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よし、このぐらいでいいか。10羽ということだったからね、このぐらいでいいでしょう。はい、これぐらいで、あとまたこの頭をかぶせてちょっと飛ばないようにして、藁を持って帰ります。撮影はこのくらいにしておきます。はい、家に着きました。で、一応この辺にこんな風にもう下ろしておきます。ちょっとハウス内は天気が良くなってきたので入っておらないぐらい暑いですので、まあ温床は親父の担当でなってますので、親父が担当してますので、あとは親父に任せます。はい、そういうことです。今日は1月28日です。現在の温床の状況はこんな感じです。まあどんな風にするのかはもう親父任せですので、ちょっとよう分かりませんけど、まあ、こっちは藁敷いてますけどね、こっちはまだ敷いてないけど、はい、はい、温床の状況でした。今日は1月29日です。現在の温床の状況ですね。向こうに里芋を並べてるんですけど、これで何で並べてるのかちょっと私も意味がよくわかりませんけど、で、手前にもちょっともうここにも藁を入れ終わってみたいです。こういう状況です。